奥田圭が最終12レース4歳以上1勝プラス足場線ハンマーメーテ16号が出走しております明日はこの足場線ハンマーメーテ舞台に重賞奥田大賞典が行われます終日芝ガールが2本以上早追いで行われてきました奥田圭最終レースを迎えています正面から風を受けて角度の枠に1本ストレッチ最後は15番です湘南ガタナ入ってきて肩が離れますゲートインができるスタートしましたほぼ揃った飛び出し16秒先行争いは10番にキノエリザベスがまず出を受けはいますキノエリザベスその押して14番名称を見逃し直後13番カエタメアナイ9番鈴鹿キング12番のピエトラーキーラ大津の16番が竹トンポ横に広がっての先行争いまだ続きます直後に1番バックシャリという今日も早め1コーナーのカーブですコーナーマークで10番雪のエリザベスこれを制して大津の16番竹トンポ先手に立ちました3番手が13番カメハメアナイ1番手が4番手14番名称を見逃し5番手インコースのピエトラーキーラ2番手9番鈴鹿キングで向こう正面に入ります前から7号目、5番と12番、